いはい、はいのはいと松尾修造でございます。これ知ってます、いきます。今日はね、ここは家じゃないぞと思われるようなオフィスでの行動というのがあるそうなんですけどね。確かに確かに確かにありますね。まずですね、業務中にオフィスでする非常識なパターンですよ、行動パターン。業務中にこそこそと美容院に予約電話するね。別にいいじゃないですか、これ別にね。電話ぐらいしてもこそこそと言って、こそこそ堂々としたらええんかいう話ですけどね。これいいんちゃうかな。それから2、堂々とってゲストで爪を切る。ああ、いてますね。これはどうかな、爪を切るはちょっとね。時と場合にもありますけど。それから、会社のトイレでアイロンを使って髪を巻く。はあ、俺アイロンって女性あるんですか、これ。多分仕事の大家さん後にコンパとかがあるんでしょうね。コンペちゃうわ、コンパ。コンパはそれもね、トイレの中ですから。それから、朝一にすっぴんで出社してデスクでメイクをする。それもちょっとなぁ、しゃあないんかな。電車の中でそれ、しゃあ家でしてきてほしいなぁ。それがオフィスの非常識なパターンやね。それからこう、プライベートの携帯電話や音楽プレイを充電する。電気代やもんね。電気も会社のもんやもんね。でも、充電切れたら、電源、ね、充電しないしゃあないしね。それから、パソコンや電話など会社の備品にステッカーや、貼るとか、シール貼るね。これあかんけど、これ、ちょっと机にシール貼ってるな。これあかんな。それから、デスクでお菓子やお茶を広げてくつろぐね。休み時間やったらいいんじゃないですかね、これもね。ここは家じゃないぞと思われるオフィスでの非常識な行動パターンですから、しゃあない。それから8番、家庭用スリッパを車内履きにしてペタペタ歩き回る。スリッパで会社内歩きであかんみたいね。それから、会社の冷蔵庫に大量の置きアイスをするって、よく分かれへんけど、どんだけアイス好きやねんみたいなもんでね。それもいい、これ別に、いいんちゃうと思う、自分があかんのかもしれんね、もしかすると、感覚的にね。松尾修造の、これは知ってますでした。どうもどうもありがとうございます。これは、俺が非常識な行動パターンかもしれん。バイチャー。